いけるよ。あら、私も子供じゃないわ。まあ、誰か来た。火星人かもしれないわ。あ、博士。なんだつまんない。つまんないとはわしのことかね。いえ、こちらのことです。今日は諸君にとっても面白いものをお見せしよう。何ですか？まあいいから黙って見ていたまえ。今日は皆さんをアトムを作っている虫プロダクションへご案内しましょう。この白い建物がアトムを生み出す工場、虫プロダクションです。はい、こちら虫プロダクション。はい、まず最初は文芸演出部というところです。皆さんにアトムのどんなお話をプレゼントしようかと大勢の人たちが相談しているところです。おや、どうやら決まったようですね。こうして決められたアトムの原作は早速シナリオ作家の手に渡ります。この人たちはたくさんの資料に基づいてお話を作っていきます。シナリオが出来上がると、早速演出家の手によって絵コンテと呼ばれるものが書かれます。これによって映画になる絵の動きや変化が決められるのです。絵コンテを書き上げた演出家はそれを持って打ち合わせに出かけます。はじめに原画家と呼ばれる人たちと打ち合わせをします。ここでは大勢の原画家が自分の受け持つ動きを決められます。早速原画家は自分の受け持ちの粗い絵を描きます。これを原画と言います。原画が出来上がると今度は動画家の手に回されます。ここでは絵に生命を与える仕事をするのです。この人たちをアニメーターと言います。一枚一枚少しずつ動きをずらして描いていくのです。それが出来上がるとほらほら動いてるでしょ。描かれた動画は大きな袋に入れられてまとめられます。これらの動画は大勢のお姉さんのところに運ばれます。お姉さんたちはこれを透明のセルロイドに写し取って色をつけていくのです。では仕事を見てみましょう。今動画の上にセルロイドを置いてペンで下の絵とそっくりに写しています。今度はそれを裏から色を塗ります。おや、町に来ました。いや、そうではありません。ここではアトムの活躍するシーンのバックになるビルや谷や星空の絵を描いているのです。これを背景と言います。今魔王サターンとアトムが戦う悪魔の城を描いているのです。この部屋は何でしょう。図書館みたいですね。そうです、この部屋はアトムの図書館です。ここにはアトムやお茶の水博士、ひげおやじなどのいろいろな動きや表情がたくさん置いてあります。ほら、アトムの笑顔やウランちゃんがたくさん出てきますよ。背景とセルロイドに描かれた絵が揃うと撮影室に運ばれます。そして
背景の上に絵を載せて、ほら、こうして1枚ずつ撮影していきます。今度は録音スタジオで音楽や声をつけなければなりません。さあ、いよいよ本番です。アトム、手向かう気か。何、悪者、人の手黙って入ってきて。それ、アトムやサタンは手強い。くれぐれも気をつけるんじゃよ。はい、気をつけてやっつけてきます。あばよ。ほーれ、行くぞ。こうしてアトムやサタンの声がつけられていきます。いただいたぜ。なんだって？あ、どうしたんだ？うら、ママ！やっと音楽や声が入ったフィルムが出来上がりました。さあ、みんなにこのことを知らせましょう。こうして出来上がった映画に間違いがないかどうか、スタジオの人たちが真剣な顔で見ています。最近できたばかりの大きな遊園地だ。世界中のおとぎ話や夢の中の世界を遊園地に作って子供たち、今日はざっと一回りしたんですが、本当はこの人たちが何日も何日もかかって完成させるのです。ではしばらくこのフィルムを見てみましょう。でも博士、何とか連れて行ってください。僕は自分の目で本当に夢の国かどうか確かめてみたいんです。うん、それほど言うのなら何とかしてみよう。